あ、このカルチャーズの奥だね。こっちだ。はい、こんにちは、佐藤ちんと。チュス。ということで今回ですね、ドラゴンボール EX 人造人間恐怖ということで一番くじやってまいりました。やったー。実はね、まっちゃんの一番くじをね、うん、できなかったんですよね。あんなに人気出るとは思ってなかった。言ってたね。本当に、まあお昼ぐらいに起きて行けばいいやと思ったら、どこにもなかった。悔しかった。ということで今日はですね、ゲーム実況フルタイムからのオールタイムで朝一来ました。そうですね、 A 賞が人造人間16号です。16なの？うん、約26センチ。で、 B 賞が17号、うん、男ね、うんうん、で、 C 賞が18号、クリリンの嫁。はいはい。で、D 賞が人造人間19号ということで、すごいね。ね、珍しいよ。初めてじゃないかな。うん。で、E 賞が人造人間20号、ドクターゲロね。ゲロっちゃいます、うん。で、F 賞が、まあ、ちっちゃなフィギュアたち、うん、これもなかなかいいんですけどね。はい、ということで狙うのはゲロちゃんと。ゲロちゃんなんだ。19号かな。ほう。 DE が欲しいっす。DE で、ラストワンもね、人造人間16号のラストワンバージョンがあるんですよ。まあこれはさすがにないと、うんうんうん、まあ一口、これどうなんだろうね。どれが一つなんだろう。 ABCDE まであるわけでしょ、フィギュア。どれが80分の1なのか気になるところです。いやー、19号欲しいな。19号と20号メインで行ってみましょうか。はい、レッツゴー。入店入店。これ気合入ってるから、このまま秋葉原だからこのまま行っちゃいましょう。すごいね。さあ、秋葉原くじ専門店マッハです。ゲロちゃん一体しかいない。いや、もういいと出しちゃうから頑張りましょう。 ABC は2体ずつですね。あ、今回1回850円です。マジ高いね。マッハさん、おなじみのマットにやってまいりましたよ。はい、プレイマット。はい。1、2、3、4、5、6、7、10。眠いです。楽しみ。よし、いくよ。D と E、ね、F、惜しい。これでもね、いいんだよね。 F もね、いっぱい欲しい。あ、ちっちゃいやつか。せや。 H、 アートタオル、アートタオル、ノーノー、アートタオル。お、いや、すごい。最高です。最高じゃない。最高です。すごいじゃん。16号でございます、うん、すごいじゃん。まあ、純粋に、うん、嬉しいですね。 G、 ガジェットケース。いい。お、おめでとう。ありがとう。すごい、ドクターゲロだよ。ゲロっちゃった。80分の1引いちゃいました。お、ごめんなさい。ごめんなさいすごい優しい。まさかのね、ないよな。もう出ちゃってください。ちょっといいの。いいの。H ということで、これ悩む。すごいよこれ。悩むの？悩むよ。なんで、もうこんなに出たのに。2、4、6、8と10枚で、うん、いいですか？任せますよ。よし、はい、5回でどうする。気合入れてるんだ。なんかもう一回当てちゃったからさ、うん、やめらんなくなっちゃってんだよね。5回、まいります。アイアイ、いける。まえ、うん、る。 G、 うん、G からのここだってなんと10回分無料で引けると、ポイント溜まってるということで、うん、やっちゃいましょう。やっちゃうの？やっちゃうよ気合です。で、で、
で、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 よし、これで2、4、5ですね。安心してください。これを引いても他のロットもあるということで、はい、引きます。はい、はい、H、G、H、はい、よっしゃよっしゃよっしゃよし、クリリンのことか。おいじゃあ、さあ、この目がすごいもん、なんか寝てないからBC が出てないよね。 BC 出てない。 F、 あ、 F 最高。 G、 ここで H、 はい、終わりだと。じゃじゃーん、ようやくも孫悟空いじめだな、ということで人造人間8号ですね。うわー、でもね、全部いいな。アイルビーパーク、もうシュワルツネガーにそっくりだよね。いいね。かぶらなければいいかな、どっちでもいいな。レゾ君、レッドリボン軍の話あんま詳しくないでしょ。そうね、うん、よし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 、言うなればね、3種類欲しいですけど。わ、わしはこの町で一番偉いお金持ちなんだ。G です。ベロベロパーシェルだね。シェルの第二形態。続いてこちら、キャン全体。完全体、キャン全体とご飯。この状態のご飯めちゃめちゃ人気なんだよ。あ、そうなんだ。そう、サイヤ人だから。あ、どうなんだろうね。青年期よりもこの幼少期っていうのかな、うん、人気なんですよね。プライズのフィギュアも、これね、2個チョイス。そして悟空。もう当時はさ、こういう自転車もう近未来でかっこいいって言ってたけど、意外とあるよね、今こういうの。そう、だからすごいんですよ、うん、よく描いたなって、うん、何様だって俺が何様だって俺がで、こちら、あ、このニューカマー、ジェイソン君いるよ、これ。ほんとだ、そっくりさんそっくりさんじゃないでしょ。プチュッてやられちゃうでしょ、これ、うん、チュルチュルチュルって、うん、ということで、こちらの5種類を選びました。このね、ゴリマッチョなトランクスくんになるんだよね。いいね、この、ね、髪型好きだね。うん、いいよね、それ。17号と18号、そしてジェイソン君大好きなバイク。まあそうね、これ浮くからね。 むしろバイクじゃないか、うん、ホバーバイクみたいな。バイクっつってんじゃんで、こちらね、うん、まだ悟空ちっちゃい。で、まだブルマが若い、うん、で、ここにジェイソン君がいるとこれ俺なので、これまだ完全体じゃないですね、うん、で、悟空、お前がナンバーワンのベジータですはい、H 賞アートタオルとなっています。全8種類で8枚出ましたと、うん、これがセルゲームの長いロングタオルだね。いきなり見つかった、孫悟空だなんかもうブー見たくなっちゃうんだよね、うん、これもロングタオル。これがラッキーフーズ天下一武道会、おー、ロングタオル。で、ここからハンドタオル、いい、ね、またね、これいいね。クリリン、クリリンの嫁、よくできてるじゃねえか。待って、そいつは何あれですよ、それそそるじゃねえかの声じゃん。正解正解さっきベジータできてたじゃん、なんでやめちゃうの確かにドクターストーン出てきちゃったねそいつは地下オイルか。あ、ちょっと生きちゃってるシーンですね、ベジータが、うん、俺はお前の兄弟だ。いいでしょ、若干似てるでしょ、若干寄せてる、寄せてる、寄せてる。カプセルコーポレーションかな。言ったはずだ、孫悟空を倒すためだ全部一緒。ちょっと深かったけど大丈夫お前たちが幸いだから、小鳥たちが騒いだから、ね、騒いだからね、めっちゃ重い。重いの？持ってすっげえ。やった、マスターライズさん。プライズだったら一生無理だよあ、取れない。あ、そう。うわ、え、重い。めっちゃ重かった、めっちゃ重い。キロある。ほんとに？うん、食べちゃうぞ。19個。あー、すっごいわこれ。なんで持ってる。うん、持ってる。なんでこんな重いんだろう。
で、これゲロちゃん。ゲロちゃん軽い。ゲロちゃん軽いんだ。いや、重いよ。まあ、重いけど。うん。19号持ったからね。うん。持ち帰るの頑張ってね。車だから大丈夫。あ、車じゃない。均等だから大丈夫。というわけで、いかがだったでしょうか。まあ、なかなか人気になるのでね。土日にはなくなりそうだとは思います。それではご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでくれた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の一番くじ動画でお会いしましょう。バイバイ。おっす、昼寝から帰ってきたさとちんです。いや、寝ちゃった。やっぱりね、もう徹夜は厳しいですね。さあ、それでは A 賞の人造人間16号から見ていきましょう。ちなみにね、重量を測りました。箱込みで、これがですね、1キロジャストでした。これがね、まあ950グラムで、これが 1.75キログラムということで、めちゃめちゃ重いです。で、 D と E だけが1個ずつ80分の1ということですね。計算では私とセルはほぼ5分と5分の力だ。本当ですか。すごいよね、名言というか懐かしい。これ箱からもいいね。いいキャメラにチェンジしました。まあ、なるべくね、今回はカットせずに行こうかなって思います。はい、ちょっと高度を調節しました。これ、原作再現できますね。ほら、コロコロコローって。かっこいい。めっちゃいいじゃないですか。おー、でかい。約1キロありますからね、箱込みで。こちらが、A 賞の16号でした。OK。造形いいですね。さすがマスターライズっていうのかな。うわー、うわー、いいね。続いては E 賞、ゲロ、読者ゲロ、人造人間20号。さてと、ドイツのエネルギーからいただくかな。やはりベジータの力に強力なピッコロかって言ってましたね。どうか私にベジータを始末させてください。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んで、この世にはもういない。おー、重量感ありますね。プライズにはない大きさ。やはり、さすが850円。すごいな。すごい。感動もんです。はい、こちらが人造人間20号ですね。いい賞。いいね。なんかいつもさ、フィギュアとか、って思ってたんだけど、このシワといい、バランスといい、いいですね。顔がちっちゃすぎず、そして、このね、ボリューミーな、ボディ、毛のボディ。で、頭を取ると、こんな感じ。脳みそですね。これね、リペイントとかしてなんか汚れさせたりとかするんでしょうね。すごい。人造人間20号でした。バランス的にはこんな感じ。さあ、ラストですね。1.75 キロ。いきなり見つかった孫悟空だ。横からの、お前たちに我々は倒せな。すごい。妥協を許さない。中はこうなってます。うお、これはでかい。これはでかい。すごいのよ。すごい材料費かかってる。これ夕方目覚めてちょっとね、この一番くじについてサーチ検索したら、やっぱり争奪戦みたかったっすね。引けない方とかね、いろいろありました。秋葉原はどうなんでしょうね。でかい、でかい、重い。かっこいいね。すごいね。靴は同じね。20号と。で、こちらが後ろ。これ、でか。なかなかね、プライズではないですね。この大きさは。よかった。18号と19号が欲しいって言ってたんですけど、
見事ゲット。運が良かった。まあ17号と18号は手に入らなかったんですけども、今回は神引きということで、ご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでくれた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次のドラゴンボールの動画でお会いしましょう。バイバイ。